おはようございます。釣り子 TV です。本日ご紹介するルアーはこちら、アダスタのですね、サイレントブラスターっていう、まあ大きなビッグバドみたいな、こんな感じのルアーなんですけども、これがね、ちょっと秋に効くんじゃないかなと思って投げてみたところ、早速ね、いい魚が釣れましたよ。まずはこちらをご覧ください。いるはいるんだよね。よっしゃ、このスロー絶対うめえよ。なんだ？この城か？なんだなんだ？おお、しばすしばす。イエッサー。よいしょ。はい。危ない危ない。サイレントブラスター来たよ。ねえ。秋のシーバスにはいいと思ったんだよね。ガッションガッションすごいいい音出してくれて、はい、サイズはね小ぶりだけど、サイレントブラスターシーバス、イエーイ、やったぜ。じゃあね、逃がしてあげたいと思います。イエイ。はい、というわけでね、これ釣れたんですけども、サイレントブラスターというルアーになります。こんな感じのね、イカチー顔つきで、それでもってね、後ろにはこういうブレードがついてるんですけども、最初はね、小さなプロペラがついていたんですが、オプションパーツでこうやって、ブレード仕様にもできますよっていう、こんな感じのルアーなんですね。でね、これね、なんで投げてみたかったかっていうと、これすんごいね、甲高くてね、うるさい音が出るんですよね。これがね、ここにいるよっていうのをね、魚にね届けるのにいいんじゃないかなっていうね、そんな思惑もあってちょっと投げてみてね。で、大きさもね、比較的大きめのルアーなんで、まあアピール力抜群っていうことで、でこれね、発売の前に YouTube とかで見たんですけども、エイトトラップで有名なサタン島田さんがね、これでビッグバス60アップのね、ビッグバスを釣っているっていうね、そんな動画を見て、うわすごいな、ああいう大きめな狡猾な魚も騙しちゃうんだと思ってね、それでね投げてみていたんですけども、このね大きめのリップがですね、水をぐいぐいかき分けて、で魚群系のアクションをするので、このね強アピール、あとはこの後ろのねブレードのフラッシングとか、いろいろな要素があると思うんですけども、これがね本当バコーってね、
出てくれて、それでね釣り上げることができましたっていうことで、結構ねなんだろう、ビッグバドとかが好きな人だったら、本当ね大きめなビッグバドっていう感じでね、すんなりと、使えるんじゃないかなってね、比較的こういう、まあ、ビッグバドってねちょっとねファンシーなイメージのデザインですけども、ちょっとこういう顔の彫り込みとかね、本当魚みたいなねリアルシェイプな感じで、で後ろこういう連結部もあったりして、まあいろいろね、現代版、巨大ビッグバドっていう感じでね、使うと非常に面白いルアーなんじゃないかなと思って、はい、動画にまとめてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はですねこちらですね、アダスタのですねサイレントブラスター、これでねいいシーバスが釣れてって、こういった動画でした。釣り子 TV でした。また会おうぜ。